沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、10月6日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第23回目の放送が始まりました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます 79.7MHz FM 宜野湾の、今週まではですね、私沖縄大好きの自宅から収録放送でお送りいたします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、まずはですね、先にこちらから挨拶したいと思います。先週土曜日ですね、開催されました FM 宜野湾特別番組、アイドルと芸人とみんなと羽衣祭りで盛り上がろうスペシャルということで、皆さん本当にお疲れ様でした。皆さんもすでにご存知だと思いますが、私沖縄大好きも、特番協賛スポンサーとして、参加させていただきました。本当に3時間素敵な放送でした。もう本当にありがとうございました。そして中地くん、提供読みありがとうございました。はい、そのわけで、さあ今週も大好きお叫ぼうをお送りしていきますよということで、ヤシーの共同バイトの皆さんも放送お疲れ様でした。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、 YouTube、 リッスンラジオ、マイチューナラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして大好きお酒坊では SNS 稼働中でございます。 X、 旧 Twitter とハッシュタグもございます。アカウントはすべて小文字で大好きラブ数字の797、フォローお待ちしています。そしてハッシュタグは大好き酒べとつけて、コメントの参加よろしくお願いします。私も実況で参加していますよということで、はい、さあ、去った10月1日FM 宜野湾が9周年を迎えました。おめでとうございます。今日はですね、特別会ということで、 FM 宜野湾の大好きなところというテーマを設けまして、事前に皆さんからメッセージもいただいておりますので、 CM の後コメントもメッセージも紹介していきます。それでは一旦 CM です。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、改めまして沖縄大好きです。さあ、ということで、皆さん、ラジオ聴きの皆さん、びっくりしました。なんだこのジングルはと思ったと思いますが、まあ、今回ですね、FM 宜野湾が先ほどもおっしゃった通り9周年を迎えたということで、ちょっと自分で9周年祝いのジングルを作ってみました。はい、ツイキャスをご覧の皆さん申し訳ないです。ちょっと音声は載せることはできなかったんですが、ぜひラジオから聞いていただけたらなと思います。さあ、そして今回、まあ、9周年を迎えたということで、 BGM を特別仕様にしております。こちら愛知県名古屋市で活動していましたアイドル教室の楽曲ですね、こちら流しております。ハッピーバースデーの歌、ハッピーバースデーおめでとうを流しております。改めて FM 宜野湾9周年おめでとうございます。さあ、もう早速メッセージも届いておりますので、まずはちょっとコメントが拾っていきましょう。ツイキャストですね、今2名の方が見てくださっております。トップバッター、フリーダムナイト、ワッチーさん、ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。そしてコンティニューコインもありがとうございます。さあ、26分間盛り上げていきますよ皆さん。早速ですね、メッセージが届いていますので、こちらからご紹介しましょう。トップバッター、こちら DM で届きました。ラジオネーム、みそにこみすきさん、ありがとうございます。さあ、ですね、 DM で失礼します、みそにこみすきです。今回は FM 宜野湾の大好きを、叫べですね。FM 宜野湾はツイキャス、YouTube、マイチューナーラジオと様々な媒体で聞けるのがいい。曲調が寛大でいい加減なところがいい。他の局ではありえないお酒を同じビルのバーからデリバリーされて飲めるのがすごい。なんならきんぴらごぼうのお二人の企画にカップ焼きそばを中松さんが作って放送中に食べるというありえない企画も許されるのが素晴らしい。キャンさんがうちのわがままな技術の塊の放送スタイルに対応してくれるのはもう最高です。
こんな素敵な曲でラジオ番組を名古屋からやらせていただけてるんですよ。もう FM ギノワン、もう FM ギノワン、神じゃないですか。ということでいただきました。味噌煮込みスキーさん、ありがとうございます。そうなんですよ。味噌煮込みスキーさんは毎週火曜日の夜10時から、FM ギノワンで、ま、放送中の旧名古屋のパーソナリティとしても活動されているわけなんですが、名古屋から、ダンサーズスタジオというところで、まあ、ダンサーズさんのところでですね、FM ギノワの電波をお借りして放送してるということなんですけど、すごいですよね、本当に。この間の、いつだったか、去年のヒーフーミーズバーで、山城智司さんが出た時に、ヒーフーミーさんの話でもちょっと僕聞いたんですけど、そのための機材を FM ギノワに置いて、そこから発信できるように、もう、設備も整えてて、もうその時点ですごいですよね、本当に。さすが、旧名古屋の皆さんですよ、本当に。で、本当にもう FM ギノワ大好きなとこ今上がってますが、そうですね、先週の FEC チューンの僕も聞いてまして、まさかの、まさかの、スタジオで焼きそば、ね、カップ焼きそば食べてるところを僕も見てたんですけど、ありなんですね。それを許してくださっている FM ギノワさんも、本当もう優しい、寛大、マジで寛大です、本当に。本当にもう、FM ギノワって、僕がもう本当に改めて感じるのは、ツイキャス、YouTube、さっきも言ったその毎中のラジオも、リスンラジオかも、いろんな方が聞いてくださっているので、県外の方ともこうやって、つながりができて、また交流も深めることもできるって考えたら、もう最強ですよ、本当に皆さん。ぜひ、9周年を迎えた、来年10周年です、皆さん。これからも FM ギノワの応援、ぜひよろしくお願いします。そして、旧名古屋の皆さんの応援もよろしくお願いします。絶対です。絶対お願いします。さあ、次、いきますよ。次はラジオネーム、ティンクルちゃんからいただきました。ありがとうございます。沖縄大好きさん。今日はまあ僕一人ですね。スタッフさん、大好きを叫ぼう、リスナーの皆さん、こんばん、サタデー。日付変わって、サンデー。大好きネーム、ティンクルちゃんです。ということで、ティンクルちゃんありがとうございます。テーマ、FM ギノワの大好きなところ。好きな FM ギノワの番組は、月曜日から金曜日まで放送中の FEC チュンドーです。FEC という事務所の芸人さんが大好きで、初回から聞いています。初期メンバーは、月曜日はクーター進化さん。火曜日は、大平スタイルさん、水曜日はゴールドリードさん、木曜日はきんぴらごぼうさん、金曜日は KY デンジャラスさんでした。最初の頃はコーナーとかやってました。ちなみに今の担当芸人さんは月曜日はニライカナイさん、火曜日は中地さん、そしてケンさんですね、坊主めのケンさん、水曜日はデコボコトラベリングさん、木曜日はオードブルさん、金曜日はきんぴらごぼうさんです。どの曜日も面白いので、聞いたことない方、 FEC の芸人さんのこと知らない方、これをきっかけにぜひ聞いてみてくださいということで、ラジオネームティンクルちゃんありがとうございます。毎週月曜から金曜夜11時に放送中の FEC チュンドーということで、ティンクルちゃんその FEC チュンドーのリスナーさんでして、僕もいつも聞かせていただいております。で、まあ、それこそ僕の場合は火曜日中地くんが KY デンジャラスの頃からは聞き始めてるので、いつも楽しく聞かせていただいております。そこからですね、またニライカナイのお二人の番組もそうですし、クーター進化の回も聞いてました。そしてデコボコトラベリング、オードブル、そしてきんぴらごぼうと、もうすごいメンバーですよね、本当に考えたら。もう今でもすごいメンバーですけど、やっぱり若手の芸人さんがこうやって自由に楽しく話しているラジオ番組、僕も笑わせていただいておりますが、毎回キャンさんがですね、 FM 技能スタッフのキャンさんの声が入ってくるのが毎回面白くて、もう笑わせてもらってるんですけど、めっちゃ響くんですよね、キャンさんの声、本当にびっくりするぐらい。僕も実際に水曜日の FEC チューンドの その見学してた時に、ちょうど収録だったんですけど、僕が終わった後に見てたんですけど、キャンさんの声がもうギャラリーまでめっちゃ響くぐらいすっごい声量だったので、もうびっくりしたんですけど、いやー、さすが FM ギノワのできる男って言われているキャンさん、すごいっす芸人さんとの絡み本当に面白くて、僕も聞かせていただいてますし、 FEC さんは僕も本当に特にまあ今 FEC チューンドには出てないんですけど、まーちゃんさんですね、ラジダブの頃から僕もすごくお世話になってて、まあ、そこからまたデコテレとかを通して FEC の芸人さんをまた交流することも、まあ、交流する機会も、まあ、きっかけにもできたので、こうやって今ラジオを通してメッセージを通してコメントを通してお話できるのも本当に楽しいです。もうこれからもぜひずっとずっと
続いてほしいです。もう僕としてもぜひ皆さん月曜か金曜の夜11時の FEC 運動もよろしくお願いいたします。そしてもう一ついきましょう。じゃあ行きますよ。今夜も元気にこんばんは、みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ということでパパヤさんありがとうございます。 FM ギノアの好きなところ、フリーダムなところですかね。初めて番組録音送った時からもちろん完璧なのでそのままかけてもらって問題ないけど、本当にノーチェックでかけていただいて信頼されているのか、深夜の自由さなのか、懐の広さを感じました。好きなパーソナリティさんですが、お、この方ですね、田辺ゆきさんですね。おっとりとした喋りを聞いているとよく眠れそうで、それでいて仕事はテキパキとしてて、クリスマスフェスの時に、暗い会場で楽譜の後ろからスポットが当たって楽譜が見えないねなんて小声で話してたら、それを聞いたゆきさんがこれどうぞって楽譜の裏に好きな紙を挟んでくれて、なんて気遣いのできる人なんだと感動しました。ということでパパヤさんありがとうございます。そう、田辺ゆきさんですね、元 FM 技能、そして小座のスタッフもやってた方なんですけど、今ですね毎週日曜日の朝8時に、収録放送でお送りしているチューンシマウタのパーソナリティ田辺ゆきさんですね。以前は、スタッフやってた頃は毎週火曜日の、お昼3時半頃だったかな、今ゆうゆうさんがいてゆうゆうアワーの時間帯に放送されてたんですけど、卒業されてからは、県外で今いるので、そこで収録してその日曜の朝8時に今放送してるんですけど、毎週火曜日の夜8時にはツイキャス配信もしてまして、そこでゆきさんとのそのコメントでも皆さん楽しくお話しさせていただいてるんですが、安心感ありますね。確かにゆきさんはなんかそのすごく、その僕も今そのパパヤさんのメッセージ聞いてて思ったんですけど、本当に仕事のできる方だって僕も思ってました。本当に本当に気遣い上手の方ですよね。なんか本当に、しかも喋り方も本当に優しい方なので、聞いてるこっちもすごく安心感のある、本当にそれこそ本当田辺ゆきさんの魅力の一つ、一つだと思っております。ごめんなさい、噛んじゃいました。そんな、田辺ゆきさんが放送している番組チューンシマウタは毎週日曜の朝8時でございます。皆さん早起きできる方ぜひ聞いてみてください。民謡好きにぴったりのラジオ番組で、そしてパパヤさんの番組終わりますよ。皆さん毎週木曜深夜0時から放送中のスリップビート、こちら30分番組の音楽番組でございます。ぜひ皆さんパパヤさんの番組もぜひ聞いてみてください。ハッシュタグスリップビートと小文字でスリップビートとつけてコメントよろしくお願いします。そしてコメントも読んでいきましょう。フリーダムナイトワッチーさん、最初大声で叫んでいたのが遅れてきた芸人かと思いきや実はキャンさんというのだから、もうびっくりしたことです。本当ですよね、もうびっくりですよね。本当にキャンさんの声量すごいですよ。本当にワッチーさん、生で見たの もっとすごいですよ。本当に一度来てみてください。 FM ギノアにその FEC チューンズの見学もし来れる際はぜひいらしてみてください。面白いです。そして来ましたよ、ギノファン会員番号1202番、かっちゃんさんありがとうございます。沖縄大好きさん、リスナーの皆さんこんばんちょい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。実はFM ギノアさんギノファンティのですね、このいわゆるそのファンクラブのそのサービスも開始してるんですよ皆さん。月額1000円でしたかね確か。詳しい詳細はインスタグラムで、また FM ギノアに直接また連絡してみてください。そこで会員になりますと深夜番組のFM ギノアのスタッフさんの深夜番組のアーカイブも聞けるそうですよ。ぜひぜひチェックしてみてください。そして高坊さんこんばん、叫ぼう、叫ぶコーナーで叫ばなかった男、それはてんてんてん、よし続き待ってますということで、さあ高坊さんはですね、毎週土曜日の夕方16時ですね、30分の番組高坊のキックオフのパーソナリティもやっておりますよ。サッカー、そしてサッカー審判向けの初心者向けのラジオ番組やってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてかっちゃんさんはもうリュードル・ハルパンの大ファンということで、毎週水曜夜0時半から1時間放送している夜更かしはるかのウェンズデーナイトも絶賛放送中ですので、ぜひよろしくお願いします。それは誰だ、沖縄大好きだってことで、はい、先週のくだりですね、多分ね、羽衣祭りの時のやりとりのですよね。高坊さんありがとうございます。そしてもう1つメッセージいきます。メンヘラジオさんからなんと来てますよ。メンヘラジオのなんと夏美さんから
来ております。沖縄大好きさん、こんちゃーす。メンヘラジオ嫁の夏美です。 FM ギノワさん、開局記念日おめでとうございます。おめでとうございます。FM ギノワさんにはお世話になりっぱなしです。遅刻しそうになっても体調不良による突然の収録キャンセル。でも社長さんをはじめ、スタッフの皆さんには迷惑かけているけど、いつも会うときはニコニコと笑顔で迎えてくれます。ありがとうございますの限りでございます。思い出といえば、リフォーム前の女子トイレに入るときに床板を踏み抜きそうになったことしか、そんなことあったんですか。床板を踏み抜きそうになったこと、マジですか、夏美さん。そして今は強化されていますが、リフォーム前は床板踏み抜きそうでヒヤリでした。わら、ドタドタ歩くの気をつけます。ではではまた、まだまだ FM ギノワさんが末永く続きますことをお祈りしております。ノリトということで、沖縄大好きさん、番組頑張ってくださいね。応援してますね。メンヘラジオ嫁の夏美でした。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。夏美さん、そんなことあったんすね。今は大丈夫じゃないですかね。多分あの改装工事されて、多分大丈夫だと思いますよ。さて、そんな夏美さんですね、あの旦那さんのですね、健太さんとね、あの夫婦でお送りしている毎週月曜深夜0時半メンヘラジオ、ぜひ皆さんこちらも聞いてみてください。毎週火曜日の19時20分、半頃からいつも配信しているんですけど、あの、ちょっとお二人のご都合とか、先ほどおっしゃったように体調不良でちょっとお休みする場合もございますので、ぜひ詳しくあのメンヘラジオの X を皆さんチェックしてみてください。ということで、高坊さん、さすが、いたわってくださいね。ありがとうございます。さて、もう一つ実は届いてるんですよ。こちら、行きましょう。読みますよ。ワッチーさん、ありがとうございます。沖縄大好きさん、皆さんこんばんは。この度は FM ギノワ開局10年目ということですが、私自身リスナー歴はまだ2ヶ月弱ですが、すっかり FM ギノワの大ファンになりつつある今日この頃です。最近は正直 FM ギノワしか聞いてない気がします。ありがとうございます。そのくらい FM ギノワは自分の中で唯一無二の放送局と思います。ここだけの話ですが、お気に入りのパーソナリティがいっぱいいるのですが、その中でも、まなきちさんこと石坂まなみさん、スタッフ兼務が一番のお気に入りですということで、ありがとうございます。まなみんさん聞いてますか？わっちーさんから、あの、まなみんさん、あの、お気に入りという言葉が届きました。ぜひぜひ聞いたら、あの、まなみんさん、あの、ぜひ、わっちーさんに何か一言おっしゃってあげてください。よろしくお願いします。ということで、皆さん、いっぱいありますね、思い出ね。本当にありがとうございます。じゃあちょっと時間も過ぎているので、ちょっとどんどん行きましょうか。で、僕はその FM ギノワさん、昨年からあのちょっくんとアッキーラさんの、壊れかけのラジオが本格的にそのゲスト出演させていただいて、こうして番組持たせていただいてるんですけど、10月入って5ヶ月なりますね。あのもうまだまだちょっとあのドキドキなところもあるんですが、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんで大好きを叫んでみましょう。そして高坊さん、思い出は思い出、でもありがとうございます。ちょっと軽く、でも気持ちはちょっと軽くしたいです。お願いします。さあ、今 BGM はですね、皆さんお気づきでしょうか、あの FM ギノワさんのこの時報のジングルでも流れています D51 さんですね、ありますよね。先ほどは、ノーモアくん、そして今ワンピースのオープニング主題歌にもなりました、ブランニューワールド流しておりますよということで、そしてかっちゃんさん、最後に大好き、ありがとうございます。さあ、ちなみに僕 FM ギノワさんでよく聞いてた番組、最初から聞いてた番組が神田邦弘さん、伊波優作さん、そして初期メンバーの OBP だった小宮山優子ちゃんのギノガルフですね。今も聞かせていただいてますし、あのアナウンサーさん、もともとアナウンサーやった神田さんと、そして伊波さんですね、放送関係かかって伊波さんと、そしてアイドルの皆さんで、こうやって3人であの楽しくトーク、そしてコーナーも盛り上げて、毎週楽しく聞かせていただいております。そして高坊さん、ギーのワンワン、ギのワンワン、ギのワンワン、はい、何でしょう、ワンということで、かっちゃんさん、僕初回モーニングエイト、あ、そうだったんですね。そう、モーニングエイト知らない方に話しますと、マイオアシスっていう朝の情報番組、あるんですが、もともとは FM ギノワではモーニングエイトっていう番組をやってたんですよ。で、その FM 小座で放送されていたマイオアシスを、FM ギノワ小座で、両方同時に放送するということで、あの今のスタイルになったんですね。そして僕がその他にも好きな番組です、終わった番組も挙げると、前田秀之さんの、ラジポンズ、それからデュアリズムのですね、お二人、ハイセ様とサーキちゃんがやってたデュアリズムのおしゃべり屋もめっちゃ好きで聞いてました。このいろんな番組を通して、いろんな方と交流もできて、
もう本当に僕は FM ギナのパーソナリティになってよかったって思います。もう30分じゃ足りないですよ、この気持ち。どうしましょう足りないですよ。さあ、ちょっと先にですね、この後の番組の告知先に行きましょうか。番組放送終了後ですね、FM ギノアミュージックセレクションをお届けします。そして午前3時からは、山内局長の山内30分の放送もございます。さて、今週は放送あるということで、どんな話を聞かせてくれるのでしょうか。山内さん、ぜひ3時はよろしくお願いしますね。さて、ちょっとこれもお伝えしていいですか、皆さん。いよいよ、まあ、今日です。日付変わって日曜日、ラブライブスーパースター第3期の放送が始まります。まあ、この大好きを叫ぼうのオープニングで使わせていただいている、ラブライブスーパースターリエラの未来予報ハレリアという楽曲があるんですが、そのリエラですね、ラブライブスーパースターの第3期がですね、E テレで毎週日曜日、夕方5時から放送されます。もうラブライバーとしてもずっと楽しみにしてました。今後の展開がですね、もう気になってしょうがないです。早く見たい。ということで、こちらもお知らせさせていただきました。またですね、なんか CD もまた発売される予定になってますので、詳しくはまた皆さん、ラブライブの公式ホームページを見てみてください。10月23日水曜日、同時発売決定となっているそうです。さあ、一旦エンディングに行きましょうか。もう残り時間がやばいです。行きますよ。それでは一回曲を変えます。さて、本日のエンディングナンバー、先ほど、ラブライブスーパースターの話をさせていただきましたので、こちら行きます。ラブライブスーパースター第2期エンディングテーマ、リエラで、追いかける夢の先で。さあ、沖縄大好きの大好きを叫ぼう、お別れの時間がやってまいりました。さあ、ちょっと待ってください。高保さん、人生エロエロじゃないですよ。ちょっとレッドカードですよ、これは。ちょっとダメですよ、これは。高保さん、Y、うち 0.5 時間。そして、茶岡さん、ありがとうございます。叫べ。高保さん、ありがとうございます。いろんな曲知ってますね。いや、もう好きなものをとことん聴いてるのに、僕も。でも僕も知らない曲があるので、もしおすすめの曲があったら、ぜひぜひ、好きな曲のお話も皆さん聞かせてください。さあ、もうお時間がやってまいりましたね。残りのコメントはですね、おまけ配信でお話ししたいと思います。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。本日はここまでです。お相手は私、沖縄大好きがお送りしました。そして FM ギナ9周年おめでとうございます。それではまた来週。バイバイ。